大岡真、言葉館、大岡真は、日本の詩人、評論家。東京芸術大学名誉教授、日本ペンクラブ元会長、一橋総合財団理事、日本人唯一のストルガ氏の言うべき金刊賞受賞者。1931年、静岡県田形郡三島町を生まれ、父は、歌人の大岡博士、旧姓静岡県立沼津中学校を経て、 第一高等学校、東京大学文学部国文化卒業。卒業論文は、夏目漱石。大学時代、日野慶造、佐野広白と同人し、20代、現代文学を作る。学生時代から詩人として注目され、読売新聞社外報部記者を経て、明治大学教授となる。1979年より2007年まで、朝日新聞で、折々の歌を連載。 菊池博史賞、読売文学賞など受賞多数。日本ペンクラブ11代会長も歴任。大岡の詩は、英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、中国語、スペイン語、マケドニア語に訳されている。レンガやレンクに習い、現代詩人たちが共同で詩を制作する、レンシを1970年代初めに提唱し、精力的にレンシ制作を行ってきた。 電子集として、揺れる、鏡の夜明けや、ファザーネン通りの縄橋後、ホワットザカイトシンクスなどを出版している。歯科や美術に関する評論も数多い。1959年に、日本の現代美術画廊のパイオニア、南画廊の社種、清水クソの依頼で、フォートリエ展カタログ作成に協力したのを機に、サムフランシス、ジャンティン・エリー、滝口修造、 加納光雄といった作家たちと交流、共同制作をするなど現代美術との関わりは深い。また、1962年に、竹光・トールの還元楽曲のために、鑑賞を書き下ろして以来、クラシック音楽の作曲家ともたびたび共作している。一柳里氏とは、合唱曲、光の鳥風の城や、モノオペラ、火の遺言、木下真希子とは、合唱曲、 渚の地球などを生み出した。2009年、静岡県三島市に、大岡新、言葉館開館。大岡は、著作について、新聞の記事にされると、必ず感想や社員を記した葉書を返事として記者に、返した。新聞記者を大切にする姿勢は、文章は、新聞記事の書き方が基本と思っています。どんなに、難しいことを考えていても、人に伝わらなくては、 意味がないという言葉に現れていた。人に伝えようとする姿勢は、折々の歌のような数々の詩歌集や、詩への佳境といった入門的著作に結晶した。晩年、話すのが困難になっても、自宅には編集者や記者が集まり、語らいンの中心にいたのは、新聞記者を大切にする大岡の人柄が現れた、エピソードである。九条の会に賛同する。 マスコミ球場の会呼びかけ人を務めている。2017年4月5日、呼吸不全のため死去。1931年、静岡県田形郡三島町、奈良橋生まれ。父は、歌人、教師の大岡博母は、教師の綾子の長男。後に、妹と弟がある。1937年、小学校入学。小学生時代は、両親ともに、 教師で不在のことが多く、母方の祖父母の家や父方の祖母、おじの家で遊ぶことが少なくなかった。アルス版の数十巻の児童読み物、とりわけ、インド童話集を愛読する。1943年、旧制静岡県立沼津、中学校入学。この後、中学に、3年生の時、工場を動員。1946年、短歌と詩を作り始める。同年二月、 大岡の周囲の人物により、雑誌、鬼の死』を作る。4月、4年に進級し、同誌に、短歌、死を盛んに発表する。1947年2月、鬼の死』に、朝の章歌発表。第一高等学校文科兵類入学。一高駒場寮入寮。新古今、ボードレールを並べて読む。新人教官、寺田通る、同級生に、稲葉道を、 丸山一郎、上級生に、村松剛、し、日野慶三、山本茂浜田泰蔵、森本和夫、工藤幸雄あり、同校文芸機関士、校了時報の編集長をしていた一年先輩の日野慶三と知り合い、日野の退任後は同編集長となった。この年帰省中の初夏、三島大社で小学校時代の女性教師と再会し、心を惹かれる。 1948年詩集、推定推的に収められることになるいくつかの詩を執筆。11月、詩、ある夜更けの歌を考慮時報に発表。この頃、友人を通じ、相沢金子を知る。この頃、オルダス、ハクスリーの恋愛対法を読む。1949年の地に、記憶と現在の夜の旅や、 水底水滴に収められるいくつかの詩を執筆する。この頃、ボードレール、ランボー、T.S. エリオット、オーデン、バレリー、岸山修造などを読む。1950年4月、東京大学文学部国文化へ進学。自宅通学に切り替える。栗田勇、飯島光一、東野義明を知る。八月、丸禅に注文して、半年後に、L.R. 詩集が届く。 そして空は、お前の唇の上にあるの一向に衝撃を受ける。9月、沼津のある音楽会で、藍沢金子に会い、因護親しく交際。藍沢家をたびたび訪れ、食事を振る舞われる。12月、金子と仮の川上流に遠足に出かける。この頃、数度にわたり父の主催する歌詞、菩提樹にし及び評論を発表。1951年1月、夜の旅、明るくて、 寂しい人に木馬を書く。いずれも金子に当てられる。この頃、日野、稲葉、佐野らと同人誌、二十代、現代文学を作る。現代文学には、後に、記憶と現在の、夜の旅に収められるいくつかの詩、LR の翻訳などを発表。五月、台東区下屋に下宿する。夏頃、金子上京し、親戚宅に下宿、交際深まる。十一月、 現代文学に初の長編評論、菱山修造論発表。同月、少年時の原型となる詩を作る。1952年5月、海と果実を大学有志発行の新聞、東大文学集団に掲載。同月、現代文学に、1951年後単純前夜発表。8月、エリュアール論を執筆。11月、 赤門文学に、死、地下水のように及び評論、LR 発表。同月、帰宅王子に下宿。同月、ポエトロア第3号に、シュペルビエルロン発表。12月、卒業論文、夏目漱石修前寺と決意語脱行。1953年1月、川崎洋、茨城のり子谷川俊太郎らの地の、会グループの構成員に、初めて接触。 3月卒業。学生時代から詩人として注目された。1953年4月読売新聞社、外報部記者となる。8月、四学に、現代詩詩論発表。1954年初詩ユリーカ社主、伊達徳夫と知る。5月、詩学に、相川忍郎と発表。9月、ユリーカ版、戦後詩人全集に、中太郎の強い推薦により、 初期主要作品が一括して入れられる。同月、地球に新しさについて発表。同月、川崎洋、茨城の子吉野博谷川俊太郎らの志士、会に参加する。11月、会に、市の構造を、今日に、市の必要を発表。12月、死学に、市の条件、異常値に、主観についてを発表。この年、 杉並区大宮前に下宿移転。1955年3月、現代史に小野十三郎論発表。4月、武道に純粋についてを発表。6月、評論集、現代史史論を諸子ユリーカより刊行。11月、群像に肖像発表。初めて文芸史から原稿料をもらう。この年、杉並区小木久保に下宿移転。 1956年3月、短歌研究に、評論、新しい短歌の問題発表。これより、塚本国夫との論争になり、4月、短歌の存在証明は可能か。6月、遠刊的世界からの脱出、塚本国夫氏に、大うと書き継ぐ。春、小木久保の下宿で金子と生活を始める。6月、江原淳、飯島光一、東野義明と共に、 シュルレアリスム研究会を設立。滝口修造と知る。同月、美術批評に、シュルレアリスム発表。また、翌年12月まで、美術批評などでシンポジウム。7月、第一詩集、記憶と、現在をユリイカより観光。同月、新日本文学に、メタフォアをめぐる一考察を発表。8月、美術批評に、パウルクレイ発表。以後、 美術批評を書き始める。10月、伊達徳夫が、ユリイカ総監。11月、ユリイカに評論、中原中也と、歌を発表。1957年3月、清岡拓行、平林敏彦、飯島光一らの志士、京に7号より参加。以後、詩、触る、声、転調する、ラブソングなどを発表。なお、同志同人に、辻井隆史もいた。 4月、反対する父母を説得し、相沢金子と結婚。売借人は、久保田うつぼ、椎名林蔵。同月、百合いかに、立原道蔵論発表。同月以降、四学史論批評を1年間担当する。6月、水江に、児童記述の書籍を発表。同月、三鷹市上蓮尺に転居。9月、開始劇作品集に、声のパノラマ掲載。 1958年2月、文学界に、詩人の設計図、発表。3月、評論集、詩人の設計図をユリイカより刊行。8月から12月まで、ユリイカに、詩人の青春、安田四十郎ノート連載。1959年8月、吉岡実、清岡卓業、飯島光一、岩田広志らと、和ニを結成。以後、詩、夢の書き取り。 お前の沼を、冬、大佐と私悪い習慣などを発表。10月、4学に、昭和10年代の女上詩発表。この年、日本の現代美術画廊のパイオニア、南画廊の社主、清水雄の依頼で、フォートリエ展カタログ作成に協力したのを機に、サム・フランシス、ジャンティン・ゲリー、滝口修造、加納・光雄といった作家たちと交流。 共同制作をするなど現代美術との関わりは深い。1 9 6 2年2月、ワニに疑問符を存在させる試み発表。3月、近代文学に芸術マイナス1発表。同月、初死リりい版、現代自然集大六巻に作品収録。同月、初の刺激、宇宙船、ユニベール号を NHK より放送。さらに同月より、ユリいに。 戦後詩人論を断続的に連載する。同月、初の刺激、宇宙船、ユニベール号を NHK より放送。6月、創月アートセンターの帰還し、作創刊に伴い、演劇映画などの芸術批評を断続的に寄稿。創刊号には、ケルアックのジャズボイム発表。また、竹光徹ら現代音楽家と交流。8月、文学に、 戦後詩人論、都市の崩壊と愛の可能性発表。9月、評論集、芸術マイナス1観光。12月、諸子ユリーカより、大岡新詩種,種観光。同月、ユリーカに、戦争前夜のモダニズム発表。この年、サム・フランシスと知る。1961年1月、伊達徳夫が死去し、ユリーカ週刊。3月、四学刺激特集に、宇宙船。 ユニベール号掲載。4月、安田与十郎ノートを含む評論集、序上の批判刊行。6月、文学特集、道元に、追出、高い世界記を発表。10月、文学界に、戦後史論、曖昧さの美学発表。ここで、吉本隆明の戦後詩人論を批判し、1930年以降、生まれの第3期の詩人らを擁護した。 1962年8月、平凡社版世界名画全集、ミロに、協伝、解説を執筆。9月、和2週刊号に、死、マリリン発表。10月、死、鑑賞による、竹光徹作曲、ソプラノとオーケストラのための、鑑賞初演。同月、ハーバートリード、近代絵画史の翻訳刊行。11月、現代史に、記鑑賞。 竹光徹のために発表。12月、詩集、和菓子と真実観光。1963年1月、現代支手帳で、滝口修造と対談。以後、安藤つぐを、栗田勇、三吉達次と断続的に対談。3月、読売新聞社大社。外報部でフランス語を担当していた。4月、文学に割れない卵発表。 6月、評論集、芸術と伝統観光。10月、現代史手帳に、し、言葉言葉発表。同月、筒見聖事、国古兄弟の圧戦で、突出して、パリ青年ビエンナーレ氏部門に参加し、日本の戦後史を紹介する。画家菅井久を知る。菅井は、史を舞台上で牧書した。ビエンナーレ終了後、実業家。 山村徳太郎と行動を共にし、私立の現代美術館解説のための作品購入について助言。以後、展覧会や芝居を見て過ごし、パリで年越し。1964年1月、帰国。2月、ミスズ書房の現代美術20サムフランシスにジョルジュ・デュティウィ、沈黙のアニメーターの翻訳と、詩、サムのブルーを執筆。4月、現代史手帳で、 東野義明と対談し、帰国報告。4月、5月、6月と、現代史に、日本、パリ、日本を連載。6月、西部百貨店、フランス現代美術展に協力し、同展覧会カタログに、メール及び、愛の部屋の作者たちを掲載する。同月17日、南画廊にて、行動史の夕べを開催し、劇団、 NLT の若手俳優の参加を得て、ロベール・フィリューの詩、ポインポイを訳出し、大岡による演出で上演する。同月21日、市柳里氏作曲、大岡構成、暗黒への招待を NHK 大により放送。7月、ジャン・タルデューの詩劇、鍵穴を、創月実験劇場にて訳出し、演出する。この年ラジオ作品を数編発表。ラジオドラマ、 墓姫で放送記者会賞最優秀少受賞。11月、井出光佐蔵の招待で来日した欧州の美術館館長一行と共に、伊勢、京都、奈良、広島、博多などを旅行。古エ伊センだと知る。1965年1月、現代史手帳に覚書1965を連載する。2月、 パリ青年ビエンナーレ参加に関するエッセイ集、目、言葉、ヨーロッパ観光。4月明治大学非常勤講師となる。同月から文学に昭和史の問題を断続的に連載開始。10月助教授就任。12月評論集、超現実と序教観光。また、視聴者版、現代史論体系の4、5巻を編集解説。 1966年1月より3月まで放送朝日に言葉の現象と本質を連載。3月随筆集文明の中の詩と芸術観光。4月三鷹市井の口に転居。5月放送劇写楽はどこへ行ったを NHK より放送。同月より期間池花創月に随筆女その神話連載。10月放送劇 あだしの NHK より放送。11月、現代史手帳にし、我が夜の生き物たち発表。この年から翌年にかけて、視聴者、現代史体系に、戦後市外観を連載。1967年4月、機関芸術総観号に評論、目の資学発表。同月、現代史手帳に、死、知名論発表。6月、現代史手帳にて、 竹光徹と対談。7月、現代史手長にて、谷川俊太郎と対談。8月より、中央公論に、翌年5月まで芸術辞表を連載。同月、河出処方版、少年少女世界の文学別館にとして、ファーブル、昆虫記翻訳刊行。9月評論集、現代芸術の言葉観九1968年1月。 現代史手帳に、滝口修造との往復書館掲載。2月、視聴者より、大岡新史主刊行。12月、文学特集。死の言葉に、評論、言葉の出現発表。1969年1月より、芸術新潮に、美術家論。現代作家の伝統を12月まで連載。2月、評論集。現代詩人論刊行。同月。 現代日本史集、言語空間の探検を編集解説する。同月、夫人の友に創作、金色の夢発表。4月より、国文学に日本史家の鑑賞を断続連載。同月、評論集、当時の家計観光。6月、当時の家計により、第7回歴定賞受賞。同月、評論集、肉眼の思想観光。同月、 放送劇、金色の夢を NHK より放送。7月、伊達徳王の遺志を継いで、清水康夫が鬼社より復刊した、ゆりいかに、断章を、連載開始。同月、会に、市、暁葉っぱが生きている発表。同月、視聴者より、現代史文庫版、大岡新史集観行。同月、新潮社版日本史人全集、昭和史集2を、編集解説。 同月、放送劇、アダシノを開作した劇曲、アダシノが、劇団、雲により、ノク国屋ホールで上演される。12月、都市創刊号に、三分子、彼女の薫る、肉体発表。この年、メキシコのオクタビオパス、イタリアのエドアルド・サンギネッティ、アメリカのチャールストム・ムリンソン、フランスのジャック・ルーボーの4名が、パリで、レンガを試み、話題を呼ぶ。 1970年2月より、文学に、久保田宇ツボ論を、断続連載開始。10月明治大学教授就任。この年、安藤嗣夫、を、マル一、川口澄子らと連句の会を始める。1971年3月、放送劇、イグドラジルの木を、NHKFM より放送。4月、機関エナジーの特集、リズムと文化を、小泉文夫と監修。 医学者、厚見和彦と対談。5月3分子彼女の香る、肉体観光。5月から6月にかけて、氷伝、きつらゆきを執筆。8月、調布市新大地元町に転居。9月、氷伝、きつらゆき観光。10月、評論集、言葉の出現観光。11月、ユリいかにて、数学者、東山慶と対談、共鳴するしと、 自然科学。この年、パスラのレンガの試みである、レンガフランスガリマール書店より観光。1972年1月、加納光夫との合作造形作品、アララットの船あるいは空の蜜制作。同月、ユリーカ連載の文学的談笑をまとめた、彩り時期観光。同月、文芸春秋臨時造刊号に、人心の乱執筆のため。 奈良地方を取材旅行。金子夫人同行し、以後同行取材が増える。2月、変著、躍動する、中小観光。3月、きつらゆきにより、読売文学賞受賞。4月、評論集、現代美術に生きる、伝統観光。同月、ゼアミ、風刺家電と、大倉虎明、わらんべ、草を、現代語訳したものが、川で処防新社版。 日本の古典第16巻の狂言集に収録される。5月、初期史論を中心にした文章である、小文社版、現代史論第7巻、大岡新、天根沢大二郎刊行。同月、三文史、羅仙都市史家版刊行。6月、詩集、投資図法、夏のための刊行。同月、期間、エナジーの特集、日本の色を監修し、 磯崎新と対談。7月、儀局集、あだしの観光。8月、朝日新聞に、流域寄港、熊野川連載。10月、百合いか臨時増刊総特集、現代史の実験に、し北上記、とこしえの秋の歌などを発表。同月、会2 5号で、街道人と、連死を試行。11月、国文学連載。 日本史家の鑑賞を中心に評論集、立花の夢観光。1973年1月、ユリイカで、竹光徹と対談。4月、現代思想で、寺田徹と対談。5月、国文学で、安藤つぐと対談。6月、期間、スバルに、宴と古心を連載開始。8月、美術論集、装飾と非装飾観光。9月、 文学的談笑仮リツ機キ観同月、ユリーカの特集、現代史の実験に、死、霧の中から出現する船のための消化発表。11月、谷川俊太郎特別編集による、ユリーカ増刊号で、ババレエコのロールシャッハテストを受け、対談。1974年1月、現代史手帳に、回路化発表。3月、石川敦氏 安藤つぐを、丸谷才一らとの河川、鳴る音に、並びに座談会が、図書に発表される。9月、俳句で、丸谷才一と対談。10月、詩人論、今日も旅行く、和歌山牧水気候観光。同月、大岡脚本による、実相寺秋代監督、朝木夢美氏が、ATGK で上映される。同月、国文学で、ドナルド・キーンと対談。11月、 朝木夢見し、脚本を文芸に掲載。12月、大岡が殉職を担当した演劇、トロイアの女が、鈴木正演出により、早稲田小劇場により、岩波ホールで上演される。12月、朝日新聞の文芸辞表を担当する。同月、ユリいカ特集、現代史の実験に、し、声が曲と曲に立ち上る時言語が、幻語を語る、安藤つ夫。を、 丸屋菜一らとの河川、鳥の道の巻、だらだら坂の巻発表。1975年1月、現代指定庁で鈴木忠史と対談。同月、国際交流でバーナードリーチと対談。3月、文学的談笑、清客集観光。4月、随筆集、風の花嫁たち観光。5月、エナジーの対話シリーズ第1回として、 谷川俊太郎との対談、死の誕生、観光。7月、書評集、本が初夏を歩み出る時観光。9月、詩集、優勢の寝返りの下で観光。同月、国文学で、死、古典、批評、吉本隆明と、大岡新特集。両者対談、古典をどう読んできたかも掲載される。10月、京電、岡倉天心観光。12月、 随筆集、青木麦、萌えゆ観光。同月、ユリーカ特集、現代史の実験に、し少年を発表。また、鈴木志郎康と対談。同月、世界文化社版、日本の古典別館一として、大岡による現代史への訳と解説をつけた、百人一首を観光。1976年1月、文学的談笑、年魚集観光。 同月、文芸展望に、し、丘のうなじ発表。同月、現代史手帳に、し、星空の力発表。三月、新重に、し、初めて体を発表し、一連が二行である、新士風を展開。四月、ユリイカへの、断章連載再開。六月、随筆集、式、挙手観光。六月から七月にかけて、ロッテルダム国際主催に参加。 キロ、スペイン、フランスを旅行。7月、ヘンチョ、日本の色観光。11月、死集ヒカと、宿祷観光。同月、ユリーカ特集。現代史の実験に、円盤状の野人、女は広場に、催眠術をかけたを発表。11月から12月にかけて、日本作家代表の一員として、中国訪問。12月、ユリーカで特集。大岡新。 首と批評の現在、未発表初期紙編を多数発表。また、三浦正氏による、編集部インタビューに応じる。1977年1月、現代史手帳にし、君は僕の隣立つた発表。同月より、慎重に、古家新紙連載開始。同月末、ポンピドゥセンター会館式出席のため徒仏、スペインを回って帰国。2月、青二社より、 大岡新著作集観光開始。同月、視聴者より68年版詩集の増補版。大岡新詩集全一貫観光。4月、評論集昭和史史観光。5月、朝日新聞連載の文例辞表を修正した現代文学、地平と内啓観光。同月、海の現代史特集に、詩、光の果物ほか掲載。 6月、岩波新書、市への佳橋観光。6月から7月にかけて、トロイアの女欧州公園に同行し、パリ、ローマを回る。7月、詩人論集、明治、大正、昭和の詩人たち観光。9月、エナジー対話シリーズ第8回として、谷川慎太郎との対話、批評の整理観光。同月、図書で、石川敦氏と対談。10月、 文学で、木下淳二と対談。11月、ユリイカで、小島忍と対談。12月、ユリイカ特集、現代史の実験に、詩詩と人生、神の生誕発表。1978年1月、朝日新聞に、詩春少女に発表。同月、視聴者版、新鮮、大岡新主主観光。2月、宴と古心観光。5月、 気候文集、変運の風観光。7月、福音館書店雑誌、子供の館で、谷川俊太郎らと、小学校1年国語教科書を試作。8月、現代史手帳に、詩、下に懐かしいドンテン発表。9月から10月にかけて、ニューヨークのジャパンソサイティの招待によりアメリカ旅行し、講演。10月、エッセイ集、言葉の力観光。 同月、ユリーカ特集、現代史の実験に、し彫像は、各語った発表。11月、文学的談笑、青花賞観光。12月、詩集、春少女に観光。1979年1月、現代史手帳に、見えない街シリーズの試練再開し。1月25日、朝日新聞史上に、折々の歌を、連載開始し、以後、 断続的に連載。2月、平凡社名作文庫より、鬼と姫君物語おとぎ造史観光。3月、南画廊、清水楠オ死去。5月、ワシントンの国立国会図書館での自作死朗読のためアメリカ裁法、同月、四季の歌恋の歌観光。6月、海、蓮子観光。海道人らと参加。7月、滝口修造を死去。 8月に本現代詩人会会長に就任。現代詩手帳8月号に、滝口の追悼詩、西落合迷宮発表。現代詩手帳10月号に、竹光通る、岡田孝彦らと追悼座談会。同月、アメリカ草枕観光。同月、春少女ににより、無限賞受賞。11月福音館書店版小学校1年、国語教科書、日本語を。 安野光笠、谷川俊太郎、松井忠正と京著。12月、調布市新大寺南町に転居。1980年3月岩波新書、折々の歌観光開始。同月、現代史特本、滝口修造の座談会出席。8月文学的談笑、う、雫集観光。9月、公演衆、鹿折々の話観光。10月、 随筆集、詩と言葉観光。11月、詩の日本語観光。同月、折々の歌により、菊池博士賞を受賞。12月、木下真紀子作曲の合唱曲、箱舟が、東京外国語、大学混性合唱団コールソレイユによって、石橋メモリアルホールにて初演される。この年、井上久志、市柳里氏、 清水徹、東野義明、高橋康成、吉田基重、渡辺盛明、鈴木正、原浩二、山口正らと編集委員になり、岩波書店館の総書、文化の現在観光に参加。1981年1月、現代史手帳に、死、先の沼津、調布発表し、連載し、見えない町完結。2月、文芸に、死、西部発表。 同月岩波新書、俗折折の歌観光。同月、石川敦志、丸谷才一、安藤次ぐとの協調、河川観光。3月、現代史手帳で特集、大岡真の現在、入沢康夫と、相互模索の試みを行い、対談。明治大学サバティカルで、同月下旬により、アメリカを経て、ヨーロッパへ赴き、パリにほぼ半年滞在。このため、 折々の歌は一年間中断する。5月、講演集、折々の歌の世界観光。同月、評論集、現代の詩人たち観光。6月、対談集、鹿歴遊観光。7月、詩集、水不見えない町観光。9月より、谷川慎太郎と往復書簡開始。同月、萩原作太郎観光。同月に、ミシガン州立オークランド大学に。 客員教授として招かれていたことからパリから移るが、下旬、父白の病状を悪化し急ぎ帰国。10月1日、父死去。葬儀後、アメリカに戻る。11月、ユリーカ特集、現代史の実験に、し、秋の乾杯発表。12月、美術論集、現世に歌う夢観光。この年の9月から翌年に1月にかけて、 アメリカやカナダの大学で講演都市の朗読。大岡を客員教授として迎えたミシガン州立、オークランド大学英文学部教授、トマス・フィッツ・シモンズは、大岡の英訳戦史集、ア・ストリング・アラウンド・オータムの決定校を、県著者と共に作ろうとしていた。大岡はその過程で、フィッツ・シモンズとの練習を制作したことから、囲碁諸外国の詩人と、積極的に練習を試みることとなる。 1982年2月上旬帰国。現代史手帳に、死、パリ上京集発表。3月、慎重に、死集の英訳者であるフィッツ・シモンズとの連死、揺れる、鏡の夜明け発表。4月、カノオミツオロン観光。6月、死の思想観光。7月、現代史手帳の西脇純三郎追悼座談会に参加。また、富山県立美術館。 滝口修造と戦後美術展のカタログ執筆記念公演。8月、現代史手帳に、送付にて発表。10月、七博の移行歌集、春の詐欺を一周期に合わせ編集刊行。同月、岡倉天心とプリアンバダデイビーバネルジーとの往復書刊集、宝石の声なる人に、お、大岡礼との協約で刊行。12月、フィッツ・シモンズとの連死、揺れる。 鏡の夜明け観光。同月、対談集、言葉という場所観光。同月、ユリーカ特集、現代史の実験に、死、シューソンクラッキーセブン、曲会と昭和発表。この年、フィッツ・シモンズ役による、英訳詩集、エース・トリング・アラウンドを歌う観光。日本近代文学館理事。12月連死、揺れる、鏡の夜明け観光。 1983年日本ペンクラブ理事。1月文学的談笑。マドンナの巨岩観光。同月、対談集。言葉という場所観光。3月より、中央公論社版。現代の詩人観光。谷川俊太郎と共同で編集。大岡自身の修行は、第11巻に再録。4月、対談集。鹿の読み方観光。5月、中央公論社版。 現代の詩人第11巻として大岡新観光。5月から6月にかけて金子夫人を同伴してスウェーデン協会主催による日本、スウェーデンの現代文学に関するシンポジウム参加のタメストックホルムへ。さらに、デンマークのルイジアナ美術館訪問。館長のイエンセント再開。6月、短歌、俳句の発見観光。八月、 表現における近代文学、芸術論集観光。同月、現代史手帳に、死、七夕連歌発表。9月、古典の心観光。10月、大岡真が語る、おとぎ草紙観光。同月より、朝日新聞社主催による、朝日ゼミナール特別講座、折々の歌を読むが、年4回定期開催されることになる。11月、酔いどれ河川観光。同月、 西部美術館、菅井宮殿で菅井とデモンストレーション、1時間半の、遭遇。同月、ニューヨークのカーネギーホールにて、竹光徹作、日本のバイオリンのための揺れる、鏡の夜明けが演奏される。1984年3月、谷川俊太郎との共著、往復書館誌と世界の間で観光。5月、ユリーカより、死とは何か、の連載誌を開始。同月、 NHK 市民大学で毎週1回全12回の死の発見放映。7月、現場教師たちの問いに答える、日本語の豊かな使い手になるために観光。10月4週、死終、送付にて、同月、水都気候スウェーデンデンマークとの出会い観光。12月、ミクロコスモス滝口修造観光。同月、磯崎新大江健三郎、竹光徹。 中村雄二郎、山口正らと編集同人となり、期間ヘルメス総監。同月、ヘルメスで連作し、沼玉の夜、天の掃除機狭つてくるを開始する。1985年1月、現代市手帳で、オクタビオパスを囲む座談会に、吉岡実、渋沢隆介、吉松豪蔵らと共に出席する。4月、古典を読む、万葉集刊行。 同月、鉄戦会主催の、フィンランドの詩と文学の夕べの司会をする。同月、周村、竜太観光。5月、岩波新書中小海外の招待観光。6月から7月にかけて、パリ、西ベルリン、ロッテルダム、再び、パリ、韓国のテグ、慶州を巡り、朗読、シンポジウム、公演の旅。西ベルリンでのベルリン世界文化フェスティバル。 ホリゾンテ85とロッテルダム国際主催では、各国詩人たちと詩の共同制作。7月、テグでの韓国日語美文学会では公演、日本詩歌の展開。同月、恋の歌観光。8月、対談集、日本の詩歌会とせせらぎ観光。同月、対談現代詩入門観光。10月集、詩とは何か観光。1986年この年は、 国際試催への出席多数、海外翻訳多数。1月、ニューヨークの国際ペン大会に出席。3月、現代史手帳に、ジャニーン・バイチマンとの往復書館、伝統をめぐって掲載。6月、フランスの雑誌、ポエジー86市上で、大岡新特集。6月から7月にかけて、ハンブルク国際ペン大会に、ゲストとして参加し、詩を朗読する。 続いて、ロッテルダム国際主催、フィンランドのクフモ国際室内学フェスティバル、フランスのアビニョン国際演劇祭、デンマークのルイジアナ美術館を回り、詩の朗読や講演を行う。この間、6月、ノリコでフリーメン分けにより、オランダ語訳師選手、優勢の寝返りの下で観光。8月、フィッツ・シモンズ著、大岡と大岡霊の協約により、 日本合わせ鏡の贈り物観光。9月、歌のある風景観光。同月、大岡分けのジャニーバ一万作の脳、表演を大本山増上寺で上演。同月、篠の真珠、電子観光。10月、現代史定長にインタビュー。トピカから始まる掲載。同月、日本現代史線観光。11月、現代史定長でインタビュー。 あらゆる歯科が場を得ている言語の共和国へ。同月、井上康氏清岡拓域共教編の節約、日本現代視線観光。同月、ジュリエット・グレコがコンサートのために来日し、グレコ・大岡協約の炎の歌を歌う。12月、ポンピドゥ美術館の前衛芸術の日本展の言語部門で、ジャンピエール・ファイユ・アランジュ・フロアラと公開での 連子制作と講演を行い、さらにソルボンヌ大学で色の詩学を講演する。1987年1月、現代史手帳に死、周村区公共12章発表。2月、同志の追悼特集、相川忍の戦後で三浦正史と対談。3月、明治大学教授を退任。4月、ホリゾンテ85でのカリン・キブス、川崎洋。 グントラムフェスパーラとの万全練習及びその記録であるヨーロッパで練習を巻く観光。5月より総合しかし機関過信を責任編集。同月、パリ、ミラノ、ローマなどヨーロッパ各地を公園旅行。6月、機関ヘルメスに写しの美学連載開始。同月、ロッテルダム国際主催に参加。オランダ詩人3名と前年開始した。 ロッテルダム練習を三十六番まで完成。九月、現代史手帳に、八月に死去した渋沢達彦を追悼するし、少年の面影永遠に発表。同月、評論、久保田、うつぼろん観光。10月、死終、沼玉の夜、天の掃除機迫ってくる観光。同月、現代史手帳特集、T.S. エリオットで、鍵谷幸信と対談。十一月、 谷川俊太郎とベルリン芸術祭に招待され、H.C. アルトマン、オスカー・パスティオールとベルリン連習に参加。同月、折々の歌の文芸カセット観光。1988年1月、ギュスターブ・モロー夢の鳥で観光。4月、東京芸術大学教授に就任。6月、川崎天皇との対話、俳句の世界観光。同月、大岡本案のオルフ作タータ。 カルミナブラナを小沢聖治式新日本フィルが演奏。7月刊行の現代取得本谷川俊太郎のコスモロジーの討議に三浦正氏、佐々木幹夫と共に参加し谷川の50編アンソロジーの選者となる。同月、石川氏丸谷才一杉本秀太郎との協調、戦尺河川観光。8月、深瀬咲作、坂東修羅演技団が 一川段十郎の自主公演で、国立劇場で公演される。11月、随筆集、人生の黄金時間観光。同月、市柳里氏作曲、公共局ベルリン電子が、サントリーホールにて初演される。1989年2月、国文学特集、俳句で、森住夫と対談。3月、王の進む、丸谷才治、井上久志との協調。 日本語相談第一冊刊行。同月、ベルリン電子の日本語版、ファザーネン通りの縄橋語、ベルリン電子観光。4月週、故郷の水へのメッセージ刊行。同月第11代日本ペンクラブ会場に就任。5月、鉄線会農学研修所で、ジョン・アッシュベリー朗読会の司会及び役史朗読。同月、長男、霊、黄昏のストームシーディングにて、 三島幸男賞受賞。同月より、三好豊一郎、吉本孝明と共に、相川忍禅州の監修観光。7月、フランス、イタリア、スイス、フィンランド、スウェーデンを回り、ローマで公演。北欧では、自由玉井公演の芸術顧問として、日本の舞の特質について公演。ヘルシンキで、フィンランドの3名の詩人と連死。同月、 フランス芸術文化勲章シュバリエを受ける。8月、詩人、菅原道真観光。同月、サントリー文化フォーラムで詩を朗読。9月、故郷の水へのメッセージにより、現代詩花椿賞受賞。1990年1月、長男、霊、表層生活により、芥川賞受賞。2月、中国雑誌、世界文学が、王岡新特集。 3月史を主題とした論集、英傑閣》のごとくに、こ観光。同月より、谷川俊太郎と共に、鉄線会農学研修所の、鉄線朗読会の世話人になり、各月開催。同月、詩人、菅原道真により芸術編昇門部大臣賞、受賞。4月、横笛、奏者、赤尾道子の移植による、演劇的音楽作品、水園伝説の上演。 6月、吉岡実る告別式で長寿。8月、ベルギーのリエージ国際主人祭にて公演。日本の首と全死相。10月、フランクフルトブックフェアの招待で、谷川俊太郎、ガブリエレ・エッカルト、ウリベッカーと連習制作及び発表。バルセロナで日本史家の ABC。フランスのリヨンのダンス劇場で日本の舞とダンスについて公演。 11月、現代史とか本吉岡美で、入沢安夫、天沢大二郎、平手高志らと討議。1991年1月、岩波新書、連紙の楽しみ観光。同月、ハワイ大学における国際翻訳者会議において、冒頭特別講演、翻訳の創造性日本の場合。2月、NHK ラジオにて、 毎週一回ドラマアワーで大岡新シリーズ放送。3月、国立劇場特別企画による、マミヤヨシフ作曲、トビクラギガ館名文の絆の台本を担当し、上演される。4月、英訳古典和歌論集、ザカラーズ・オブ・ポエトリー、エッセイズ・オン・クラシック・ジャパニーズ・バース観光。5月、英訳戦士集、エレジー・ベネディクション観光。同月、 シンセサイザー谷川検索、尺八、クリストファー・ハルカ名と共に、死の朗読と名前演奏の数よ、音の間、言葉の間イベント。6月、中国語訳、大岡新四川観光。同月、スーイディッシュインスティチュートの招待で、ストックホルムで死の朗読と講演。ついでフィンランドのラフティ国際作家会議の招請により、同地でフィンランドとエストニアの詩人3名と共に、 練習を制作、発表。続いて、ロッテルダム国際祭のポエトリオンザロードプログラムに参加。7月、ハワイ大学様セッションの招きで、ハワイ在住の3名の詩人と練習及び講演と、死朗読。10月、ゲイリー・スナイダーと、鉄戦会農学研修所で、朗読会。11月河川形式の連駆集、特特河川観光。同月、 公演のため来日したジュリエット・グーレコと、アサヒホールで、公開対談。1992年2月、アサヒホールで、廃人、加藤周村のアサヒ賞記念公開対談、廃句的対話に参加。3月、富山県民場外学習カレッジより、公演記録、日本の鹿を、県民カレッジ総書29として刊行。同月、四季かご読み春刊行。五月、 詩集地上楽園の午後観光。同月、中国にて、折々の歌中国語小役である、日本和歌俳句賞席観光。同月、国際交流基金の派遣で、北京日本学研究センターにおける、日中国交回復20周年記念シンポジウムに参加し、公演、日本史家の特質。6月、評論集、地を読む鍵観光。7月、 評論集、美を開く扉観光。8月、随筆集、暴速観を生きる観光。同月、富山県立近代美術館開館。富山近美との開設率10周年記念出版。講演集に、大岡の講演記録、芸術と人生も再録される。同月、現代取得本、大岡新観光。同志に、市柳里氏に捧げるし。 光の鳥出風の城及び市柳里市との往復書簡を発表。9月、大岡作、命取リズムを含む19名との共著、定型の魔力観光。11月、光の果物観光。同月、折々の歌10冊観光記念として、谷川俊太郎、佐々木美希夫、高橋淳子と連死制作、国際文化会館で公開座談会。 1993年2月、岩波講座、宗教と科学第7巻、死の科学と宗教に、詩生館試験発表。3月、フランス政府より、芸術文化勲章オフィシエ受賞。同月、東京都文化賞受賞。同月、地上楽園の午後で、詩歌文学館賞受賞。同月、深瀬先義曲集、思い出の側転、武功観光。 4月、東京芸術大学教授を自主客員教授となる、同月日本ペンクラブ会長を辞任。同月、パリのユネスコ本部で、ユネスコ主催の国際練習の会が開かれ、ジュフロアラと練習を巻く。5月、随筆集、人生の果樹園にて観光。同月、飯野智之ゆきと協約のジョン・アッシュベリー集観光。6月、ロッテルダム国際主催の顧問会議に出席し、 白読。同月、チューリッヒ日本祭で、スイスのミコトゴを代表する三詩人に、谷川俊太郎を加えた5人で、練習制作。8月、豊田市国際文化交流シンポジウムで、フィンランドの詩人会にエミネント練習制作、発表。9月、ベルリンフェスティバル校舎主催、日本とヨーロッパ1543の1929点で、開会記念公演。その後、 エルプ、グリュンワイン、高橋淳子と連死制作、発表。同月、ドイツ滞在中に、母、あや子の不法に接する。10月、講談社現代新書で、私の万葉集一観光。同月、ハワイの三詩人と制作した、英文連習集、タコの思想観光。同月、アリを役で仏訳オリオリの歌観光。同月、 白石海横一人芝居による、深瀬先作、思い出の側転、武功が、アトミ MOA 美術館農学堂にて所演される。11月、フランスのバルドマルヌ国際詩人ビエナーレに参加、素朗読。1994年2月、古法万里編著、台湾万葉集に序文を書く。3月、バイチマン分けで英訳、折々の歌観光。4月、講談社現代新書。 私の万葉集に刊行同月、伊藤光春、丸谷祭治、森武史、山崎正和教授による近代日本の百冊を選ぶ刊行五月、私への旅牧水、心、形を、大かほかの制作で刊行六月、詩集、木の遺言刊行同月、講談社水墨画の巨匠シリーズ第十一巻、大河の解説を。 小林忠氏と共に執筆。7月、谷川俊太郎と共に編集担当し、展示で、声で楽しむ、美しい日本の資金現代詩編制作。同月、国文学で、大岡真を特集、大江健三郎と対談。8月、谷川京編で展示による、声で楽しむ、美しい日本の詩和か、俳句編制作。同月、現代詩手帳に、パスの主催雑誌。 ブエルタの依頼で書かれた詩、パスの庭を発表。同月、聖なる三ガを行くを、大岡ほか24名の教著で刊行。9月、ベルリンの雑誌、国際文学に詩とは何か、全24編が、フープ分けで掲載される。同月、三島市民文化会館で、大岡新文化講演会第1回、ふるさとで語る折々の歌開催。10月、 パリのコレージュとフランスにて、連続講義、古代日本の詩と詩人を、各週1回で、全員4回行う。同月、評論、1900年前夜、キヌ,ギヌタン近代文芸の豊かさの秘密観光。この年、ハワイにおいて、練習、ホワットザカイトシンクス、エーリンクとポエムバイマコトオ岡、カ、ウィングテックラム、ヨゼフスタントン、ジーン・ヤマサキ、トヤマ、 エイポエッツアンソロジーザレンジオブジャパニーズポイトリー観光11月トゥールーズ大学日本史家セミナーにて講演1995年2月大月イサムリヒ氏、マリアパストール役によりスペイン語番宣詩集詩集観光3月イエルサレム国際詩人祭に参加その後マドリードに遊ぶ同月恩賞日本芸術印象受賞 4月、現代史手帳特集、会の講罪のための座談会に、川崎洋、谷川俊太郎と共に参加。同月、ソミヤ一年史歌集、雲を呼ぶを、編集刊行。同月、あなたに語る日本文学史古代、中世編刊行。5月、現代詩人99人の代表作760編をまとめた、修正、昭和の歌刊行。 同月観光の現代詩文庫、群れ稽古詩集に、群れ稽古の歌を寄せる。6月、岩波少年文庫、乙木造史遠い昔の不思議な話観光。7月、あなたに語る日本文学史近世、近代編観光。同月、現代詩文庫、俗、大岡新詩集観光。9月、正岡式五つの入り口観光。同月、前年のコレージュとフランス講義を。 メゾヌーブエラローズから観光。同月、公表のため、コレージュドフランスにて、追加講義。その後、ノルウェーのオスロ大学で講演。さらにベルリン、パリを回って帰国。10月、講談社現代新書、私の万葉集さ観光。11月、和英大役絵本、一寸法師アンジュと図仕王のうち一寸法師の大岡が和語担当したものが、観光される。 同月、随筆集、光の受体観光。同月、火の遺言オペラ観光。同月、朝日文芸文庫、大岡真の日本語を相談観光。同月、コレイジュドフランスでの講義のすべてを収めた、日本の歯科その骨組みと素肌観光。同月、グレゴワールソロタレフ著、サンタクロースの辞典を、翻訳観光。同月、会わずのりを解説を付した、台本。 オペラ日の遺言観光。ソプラノ豊田清美により、一柳里志作曲のモノオペラとして、日本各地で上演。12月、テ民、ミン、金明により、中国語訳、王王新三分支線観光。同月、日本芸術院会員。1996年1月随筆集、ことのは草観光。同月、パルメ役で、仏訳役集、風の言葉その他の歌観光。 同月、バイチマンワケで、英訳詩集、ゅう、優勢の寝返りの下で観光。3月、日中文化交流協会の派遣で、北京、西安、上海を訪問。上海で祖父、延べ時の急遽を訪ね当てる。同月、高岡市教育委員会による、高岡市民教養セミナー講演録、鹿と日本人観光。5月、タイのプーケット島で行われた。 単子形シンポジウムに参加。7月随筆集、グビジンスを観光。同月、大岡編による、加藤周村著、苦州望学観光。同月、古典を読む、万葉集観光。同月、言葉の力観光。8月、マケドニアのストルーガ司祭で、金冠賞を受賞、同国訪問。マケドニア語、大岡新史集観光。9月、 現代史の鑑賞101観光。11月、日本語で生きるように、大岡編の五韻と七音の四学再六観光。同月、忍草和菓子和が友観光。この年中国、対、マケドニア旅行、司祭出席。96年度朝日賞受賞。1997年1月講談社現代新書。私の万葉集4観光。同月、 朝日賞受賞。6月随筆集、道草数を観光。7月、大岡監修、日本歌言葉表現受典1、2観光。同月、アラビア語訳、折々の歌観光。同月、コレージュドフランス講義の英語版、古代日本の詩と詩論を、フィッツ・シモンズ訳で観光。10月、独訳戦詩集。 故郷の水へのメッセージ1951から1996をクロッペンシュタイン分けで観光。11月エッセイ集、言葉が映す、人生観光。同月詩集、光の鳥で観光。同月、大岡霊との協約で、宝石の声なる人にプリアンバダデイビーと、岡倉角蔵愛の手紙観光。同月、文化功労者として検証される。 1998年1月、講談社現代新書、私の万葉集ご刊行。同月、大岡監修、日本歌言葉表現辞典ん刊行。2月、現代史手帳、中村新一郎追悼座談会に出席。同月随筆集、しおりを刊行。4月、野田明生作曲、オラトリオ海岸会を、東京芸術大学総学堂記念演奏会で、発表。 6月岩波文庫、久保田、宇都穂水筆集の編集観光。7月、鈴木輝明作曲で、男性合唱とピアノのための組曲、ハレー水星独白観光。8月、現代石文庫、続々、大岡新詩集観光。同月、大岡監修、日本歌言葉表現典に4観光。10月、伊豆の畑家温泉にて、川崎を佐々木美紀 英詩人、チャールズ・トム・リンソン、ジェームズ・ラズ・ダンダ・と練習をまく。同月、パルメ役で、不訳戦士集、ドン・エル・オーシャン・ジュ・サイレンス観光。1999年2月随筆集、背景漱石先生観光。3月、角川文庫、メイク加護読春観光。4月、アナミの聖歩全区集を。 稲畑抵子と共に監修観光。5月岩波書店版、日本の古典史家第3巻として、歌謡そして、監視文観光。6月詩集、捧げる歌50編観光。7月観光、谷川俊太郎集、空の青さを見つめているとに解説を執筆。同月、日本史家特本観光。同月、日本の古典史家第2巻、ここ和は歌集の世界観光。 8月、日本文学知名大事典史家返上、下巻観光。9月、日本の古典史家第四巻、史家における文明開化観光。同月、ベルリン芸術アカデミーで、ドイツ、ポーランド、デンマーク、日本の4詩人による、連詩。10月、ウリベッカー、ドゥルス・グリューンバイン、谷川俊太郎、高橋淳子、王から日独の5名の詩人により、国際。 静岡電子第1回開催。大岡が裁き主となる。11月、日本の古典史家第5巻、詩人たちの近代観光。12月、あなたに語る日本文学史観光。同月、集英写真書、北米万葉集日系人たちの傍教の歌観光。2000年1月、日本の古典史家第1巻、万葉集を読む観光。2月、随筆集。 重い草観光。同月、長女、秋、日本画家としての初の古典。3月、日本の古典史家別館、死の時代としての戦後観光。同月、日本歌ことは表現辞典録、7観光。同月、コロンビア大学ドナルド・キーンセンターの招聘により、アメリカ各地で講演、史朗読。同月、クロッペンシュタイン訳によるコレージュとフランス講義の読訳、毒薬。 古代日本の首都、シロン、ディシュトゥングーンとポエティックであるトンジャパン FNF、ボーレスンゲン AM コレージュでフランス観光。4月、大岡が編集解説した岩波文庫、久保田、ウツボ歌集観光。6月、ジャニーンバイチマンワケによる英訳、オリオリの歌観光。同月、宮田正幸霧へ、DBAU 英訳による万葉連歌観光。月、 福沢慶心わけで、前年9月に、ベルリンで行われた練習の読後版、吊り橋、ベルリン練習観光。10月、オランダのポエトリーインターナショナル主催による、日本、オランダ練習相互交流の会に参加。11月、日本歌言葉表現地点8、旧観光。同月、静岡市で、日中詩人による、練習、静岡練習、第2回。2001年1月。 百人百区観光。同月中高文庫、死の日本語観光。2月講談社文芸文庫に、現代詩人論が収められる。同月仙台文学館ブックレット、公演好きなシアレコレ観光。3月、角川文庫、人生の黄金時間観光。4月、大いポポンた声で読む日本の詩百166俳句、短歌鑑賞観光。10月、角川文庫、 高速感を生きる観光。11月、世紀の変わり目に視野が見込んで観光。同月、大岡秋古店。同月、フィンランドから静岡市に、ニエミネン、バルスケアパーラを招聘し、練習を行う。静岡練習第3回。12月学研 M 文庫大岡編。古今集、新古今集観光。2002年1月、現代指定長に、歌われる歌2編として、 なぎさの地球、木下真貴子のために、天地のルツボ出雲参加、鈴木照明のために発表。同月、四季の俳句観光。二月、重い草観光。三月、出雲市移植の鈴木照明。作曲混性合唱のための組曲、昇華天地のルツボ、出雲参加が、出雲市民会館にて初演される。四月、増進会出版社の講演で、月齢講演会。 大岡新コーラム開始。毎月1回、大岡が自由に自作の詩について語る回であった。5月売り防止編、大岡監修、短歌俳句自然表現自転祭事基盤観光。6月、野平一平作曲、大岡新の2つの詩、混声合唱とピアノのための観光。7月、日本語の豊かな使い手になるために読む、書く、話す、聞く観光。同月、 日英による大役折々の歌観光。8月国際交流基金賞受賞。同月 NHK 学校音楽コンクール課題曲。女性合唱。木下真貴子作曲。渚の地球発表。9月仏語集。光の鳥で観光。10月日の経営増主去。大岡が葬儀委員長を務める。同月日本ごつむぎ観光。11月詩集。 旅土産西東観光。同月視聴者版、大岡新全史集観光。同月、短歌俳句愛情表現辞典観光。同月、秋吉台における、視聴者主催の現代四国祭セミナーで講演、対談。同月、アーサー・ビナードを交えて、静岡電死第4回。12月、折々の歌365日日本、男子型歌集観光。この年、 セタデル・デルミエール観光。2003年2月、現代史手帳特集。大岡新現代史のフロンティアで、谷川俊太郎と対談。3月、パリの死の家にて朗読。4月、千代田区飯田橋のマンションに転居。6月、大岡監修。雨山実前ミ全区集観光。11月文化勲章受賞。同受賞を記念して編んだ詩集。 私は月には行かないだろう観光。同月、ベルンレフ、ファントールンラを交えて、静岡電子大号会。2004年1月、宮中加海市でメシュードを務める。第、高、栄進化いとけなき日のマドンナの幸いじゃんも孫さんたりとぞ、E メール来る。同月、言葉の流星群、明治、大正、昭和の名刺集観光。3月随筆集。 水穂の国歌観光。6月、フランス政府より、レジオンドヌール勲章を不死へ受賞。8月、市柳里氏作曲、関瀬秀夫演出、生田川物語旧塚に基づくが、神奈川県立音楽堂にて初演される。11月、大岡明が、水内菊生、著、君は人間だから大岡新詩集観光。大岡新詩集自選観光。 同月5回にわたる、静岡電子の成果の集積である、大岡編、電子闇に潜む光観光。2005年1月市の森文庫、昭和史史運命共同体を読む観光。2月、観光。3月、市柳里氏作曲、合唱とピアノのための舞台作品、水園伝説が、東京文化会館において、東京根性が唱団により所演される。 5月から12月にかけて、売り棒新編、大岡監修、早引き後時天夏、秋、冬、新年、春観光。6月大岡編による、岩波少年文庫、星の林に、月の船越えで楽しむ、和歌、俳句観光。12月、百人一首王朝人たちの名家百選観光。同月、すばる河川観光。同月岩波現代文庫。 日本の歯科その骨組みと素肌観光。2006年3月市の森文庫、対談現代史入門言葉、日本語、詩観光。四月三鷹市美術ギャラリーにて、自身の現代美術コレクションを展示する、詩人の目、大岡新コレクション展開催。同月、生の紅葉としての美術観光。七月市の森文庫、相川忍から飯島光一観光。 同月売り防止編、大岡監修、早引き期後時点ハイマクラ観光。9月サラーヌアレクサンドリアン著、マックス・エルンツとの翻訳観光。10月市の森文庫、谷川俊太郎から伊藤博美観光。10月から翌年3月にかけての弱さによる、宇宙練習第一期の裁きでとなり、シンポジウムに出席。11月、岡井隆史、ビナードラを交えて、 静岡連習第7回。12月、近大地秀穂と共著で、ベスト新書、日本人を元気にする本物の日本語言葉の力を取り戻す観光。2007年3月、宇宙連習第1回完成披露シンポジウムに、毛利守らと出席。3月31日、折々の歌6762回にて、連載終了。7月、日本歌言葉表現受点中。 十一観光。同月、聖戦折々の歌場、中、下観光。七月から翌年二月にかけての宇宙連習、第二期の裁きでとなる。八月、日本現代詩人会会長に再任。九月、万葉集古典を読む観光。十月、岩波新書、新折々の歌九新折々の歌創作員観光。十一月、静岡連習第八回。 12月、日中現代史シンポジウム出席。2008年1月、クジラの会話体集観光。3月、岩波新書、河川の楽しみ観光。同月、宇宙練子第2回完成披露シンポジウム出席。4月詩集、クジラの会話体観光。5月公演及び評論集、人類最古の文明の歌観光。6月、岩波現代文庫、詩人。 菅原道真宇し市の美学観光。8月編集解説、大岡博全歌集観光。同月、日本歌言葉表現地点12、13観光。同月、水内菊汚線、諸点地盤、君は人間だから大岡新詩集観光。9月から翌年5月にかけての宇宙連史第3期の監修者となる。10月、三島市民文化会館における、 大岡新文化講演会が第15回を迎え、丸谷祭事、岡野博彦、小島ゆかりらと連句について座談し、もて最終回とした。11月、静岡連氏が第9回を迎え、ここで作り手を降りて、監修のみを務めることとする。2009年3月、地区間文庫、人の最後の言葉観光。同月、これまで毎月行ってきた大岡新コーラムを、 この回で最終回とする。4月、静岡県裾野市に転居する。6月、日本歌言葉表現地点15観光。10月、静岡県三島市に、大岡新、言葉館開館。同月、大岡新、言葉館を編集づ録く。大岡新コレクションその1作家名や赤観光。2010年1月、大岡新、言葉館を編集づ録く。 大岡新コレクションその2作家名カーシ刊観光3月21世紀版少年少女古典文学館第24巻万葉集他観光同月暗記大学出版社より日本的歌その骨格は肌観光4月大岡新言葉感を編集図録大岡新コレクションその3作家名スト刊行7月 大岡新興演習日本史家の特質刊行。同月、大岡新、言葉館編集図録、大岡新コレクションその4作家名なーは刊10月、大岡新、言葉館編集図録、大岡新コレクションその5作家名 AZ 刊行。2011年2月、大岡新、言葉館編集による図録、大岡新コレクションその6大岡新の作品群。 観光。3月東日本大震災。8月、大岡新、言葉館による、大岡新の万葉集展遊ぶ遊ぶ観光。11月、大岡新、言葉館による、大岡新の万葉集展、人丸の宇宙観光。2012年3月、大月いさむり人編、ラウスモラレス協約スペイン語訳詞選集、メモリア・ワイ・プレゼンテ観光。七月、大岡新 言葉館による、大岡新の万葉集展旅人と、奥良観光。11月、大岡新、言葉館による、大岡新の万葉集展家持ちと女たち観光。2013年5月評論集、詩人と美術家観光。8月、大岡新、言葉館による、大岡新全奇跡観光。2014年7月、長谷川会ほかで、大岡新研究会発足。 2015年3月、全音楽府出版社より、鈴木照明作曲、地上楽園の午後混声合唱とピアノのための観光。6月、谷川俊太郎編、大岡新旧のうなじ観光。10月、大岡新研究会開始、大岡新研究観光。10月10日から12月6日まで、世田谷文学館で、詩人、大岡新展。 2016年4月岩波文庫、事前代、岡信詩集観光。2017年4月5日、呼吸不全のため死去。妻は劇作家の深瀬咲長男は芥川賞作家の大岡玲長女は画家、詩人の大岡明。教編、対談、定談、往復書館集内に人物のみが入っている場合は、対談、定談相手を示す。 音楽に関する評論も数多い。1962年に、竹光徹の還元楽曲のために、詩、鑑賞を書き下ろして以来、クラシック音楽の作曲家ともたびたび共作している。一柳里とは、合唱曲、光の鳥風の城や、モノオペラ、火の遺言、木下薪子とは、合唱曲、渚の地球などを生み出した。ありがとうございます。